はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直です。今日は算数基礎講座、文章題のね、分配算の2回目です。3個の分配算です。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、では早速やってみましょう。ね、3つの分配算。110個のクッキーを A、B、C、3人で分けます。さあ、B は A の4倍より3個多くもらい、C は A の2倍もらいました。さあ、 A はほにゃこ、 B はほにゃこ、 C はほにゃこのクッキーをもらいます。さあ、もう一度線分図を書きながら、やっていきます。ね、だからね、こういう文章題っていうのはね、線分図がきちっと書けることなんですよ。ね、110個のクッキー、合計で110個のクッキーを、ABC の3人で分ける。で、B は A の4倍より3個多くもらう。ね、さあ、B はかなりのクッキー好きなんです。B はA の、だから A を1と置くってことなんです。の4倍。うわ、ね。4倍よりも、ね。3個。ああ、これでちょうどいいですね。3個多くもらう。さあ、そして C は A の2倍。さあ、C は A の2倍。で、やっぱり A を1と置くと C はその2倍にもらうということなんです。さあ、これで線分図出来上がりです。A は1、B は1234と3個、C は12。だからまず115個から3を引きますよ。115-3は112。だからこの12345678つの山が112個なんです。だから112個を1足す4足す2の7で割ります。112割る7は、ここに書きましょう。10、7、6、4、12、16です。つまり1が16個。だから A が16個です。そして B はというと、その4倍より3個多いわけですから、4は4、6、24、64個です。さあ、64個よりさらに3個多く取るわけです。64たす3の67個。さあ、B は67個です。さあ、C はその A の2倍ですから、16×2。32個。ですから答えは A は16個、 B は67個、 C は32個。ね、でもう一回確認しますよ。 A が16個で、 B が4倍よりも3個多い、67個、 C は32個で、合計で、10、70、100、113、115個ね。じゃあその次。さあ、もう一つ。今度159本の鉛筆を A、B、C の3人で分けました。 A は B の4倍もらい、 C は B の2倍よりも12本多くもらう。 A はほにゃほん、 B はほにゃほん、 C はほにゃほんね、鉛筆をもらった。さあ、これも線分図が命です。さあ、 A、B、C、3人。さあ、159本の鉛筆、3人で159本分ける。さあ、そして A は B の2倍。さあ、 A は B の4倍ね。だから B を1とします。 B の4倍もらうわけですから、1234、これだけもらうわけです。で、 C は B の2倍より12本多い。さあ、 C はまあやっぱり B の2倍。ね、
B の2つ分よりもさらに今度12本多くもらう。で合わせて159。たらまず12本、引きますね。取ります。159-12は147本。さあ147本をこれ1、4、2ですから全部で1、2、3、4、5、6、7。ね。7つの山に分けます。147割る4たす1たす2は147割る丸7。これも丸7ですね。と21本ですね。1が21本。ってことは B が21本と出ます。じゃあ4。ね。4かけると84本です。C、2倍より12本いいんですが、2が42本で、それに12本足しますから。54本ですね。だから A が84本。B は21本。C は54本もらうわけです。ね。159。いいね。これが3つの分配算です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。